はい。皆さん、こんにちは。GPT 図って皆さん、上手に使ってられますかもう、チャット GPT のことを全く知らないということは、随分少なくなってきたと思います。でも、日常に使っている方というのは、まだまだ少ない。そういうふうにも言われています。現実的には、もう、格差がついてると言ってもいいぐらいです。僕も、先日、 オムロンの社員さんの知人の方に聞きました。いわゆる AI チャットというのは会社ではどんなぐらいに使ってますかと聞いたらもうそんなの使わない人は会社にいられませんというぐらいですね。企画提案書とかそういうのをもちろん会社独自のなんかそういうシステムみたいなのがあるようなニュアンスですがそんなことを 教えてくれたりしました。もっと個人的なところでも便利に使ってる、毎日使ってる、そういうような方もいっぱいおられますし、うーん、知ってるなというぐらいにまだまだ利用できていない方もたくさんおられます。でもこんなに便利で、そして先月ぐらいからは無料ででもかなりの機能を使えるようにとか、 だん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 フリーな環境も伴ってきましたのでぜひ皆さんもチャット GPT を使ってもらえたらいいんではないかな僕はそんな風に思っていますそれで約50種類ぐらいの GPT 図を僕の方では開発してましてもう何万回というようなアクセスをいただいている GPT 図も数多く出てきましたそんな中で でも便利なはずなのに、あまり認知されていないものも正直あるんです。それが今画面に見せています DAW ヘルプというやつなんです。もちろん最初は DAW、いわゆる音楽作りのソフトの質問をどんなことでも答えるというようなソフトとして開発したんですけれども、 今回、名前こそは今まで使っている人がややこしくならないようにそのまま DAW ヘルプという風うにしているんですけれどもそのタイトルの下の解説に DAW や動画編集ソフトのお助けチャットということに今回アップグレードさせていただきましたでは早速ですねどんな感じか見ていただきましょうスターターには3つのボタンがあります 一つ目は質問を開始するというスタンダードなもので、まあ普通の時はここを押してください。そして僕が一番得意なという部分もありますので、スタジオ1の質問というのだけは別枠に設けてあります。またもう一つですね、ブリューの質問。これもですね、僕の解説動画が6万アクセスを超えているような動画も出てきていまして、 僕もかなりブリューは使い込んでるんですけれどもこのブリューの質問というのは僕が得意だというだけではなくって作りがとっても特殊ですいわゆるタイムラインというのがないのでブリューだけはちょっと別枠にしてあるということですまあ中ででもどんな風にでも分岐できますので通常はこの左端の質問開始するスタンダードというのを 押してください。すると、どのソフトについてご相談されたいですかというふうに、そして、いくつかのソフトの名前などを参考例として挙げています。世界中の DAW、もしくは動画編集ソフトなら、ほとんどのことが聞いてもらえるようになっています。例えば、ここで、Logic Pro というふうに打ってみましょう。そして、最新版の11、 という風うにします。すると、15個のメニューが出てきました。全般的なこととか、オーディオ関連とか、マスタリングハウツーとか、そういうようないろんな分類に分かれています。まあ、これは目安のためだけでして、はっきり分かっている人、ミディのことを聞きたいな、というようなことであれば、4番、このようにして、ミディのこと、 そういうふうに言えば、また細分化されて5つの候補が出てきていますけれども、これじゃないと答えられないという意味ではありません。何でも聞いていただいたらいいんですけれども、質問って案外難しいですよね。自分のわからないこと自身がどういう分類なのかというようなことも、特に初心者の方はわかりにくい。ですから、 ヒントというのをこのように上げていってるんです。ここで自分の分かりたいことを聞けばいいということになります。はい、MIDI を 鍵盤以外で打ち込むには、というふうに聞いてみました。どんどん書いていってくれてますよね。はい、このようにわかりやすくですね、ステップ入力を使用する。2番目、ピアノロールエディターを使用する。今度はドラムにもエディターがありますよ。 とといいううようなことを教えててくれたりしています。そしてシーーーケンンサーパタタエディターこれもありますよということでそれらはどのようにして開くかというのも教えてくれていますこれらの回答というのはロジックプロ1 1の場合まだ発表されてそんなに日が経っていません通常ならチャット g p t が学習している範囲外になるんですけれども ブラウジング機能というので、Apple のマニュアルとかを勝手に見に行ってですね、そして回答をしたり、なるべく新しいバージョンで回答するようにしています。でも自分はまだ11を持っていないんだというような方もおられますよね。いわゆる古いバージョンを使っているということで、そういう時はこんな質問もできます。 バージョン10と11の違いはどこかにありますかというふうに聞いてみます。はい。ここではブラウジング機能をしているというのに正式なメジャーバージョンは発表されていませんとなってますね。はい。まあこの辺が学習が古い部分ですね。でもですね、一応見に行って、そしてわかる範囲でこのように答えようとしています。意地悪にももっと突っ込んでみます。 イレブンは発表されています。ブラウジングして分かる範囲で答えてというふうに言いましょう。はい。ブラウジングしています。出ましたが英語です。日本語でと。はい。 セッションプレイヤーのこととか出てきましたね。ステムスプリッターも出てきました。人気の機能ですね。こういうふうにもしバージョンの古い答えが返ってきたらですね、無理に DAW ヘルプをいじめてみてください。ただし100%ということはありません。AI の欠点でもありますけれども、まあでもこんなに早くですね、回答を返してくれるので、 でもありがたいですね。じゃあ、ここで質問を変えましょう。新しいチャットをやりましょう。もう一度、先ほどと同じ質問を開始するを押します。今度は動画ソフトです。皆さんもたくさん使っているであろうフィモーラ。はい。そうするとですね。 GPT は今度は動画ソフトだというふうに考え直してくれまして、ここに7番、トランジジョンとかいうようなことも出てきますよね。そして文字関係とかいうような動画ソフトでしか扱えないようなメニュー構成に先ほどとは変わったということです。じゃあここで皆さんが動画ソフトではまだまだ使い切れてないような オーディオのオートメーションいわゆる動画の BGM を大きくしたりちょっと喋りの後ろで軽く流したいので小さくしたりまた盛り上がっていって大きくしたりこういう機能のことをボリュームオートメーションを書くとか言いますですからオーディオのオートメーションについて聞いてみましょうオーディオのオートメーションの方法を知りたい という風うにします。もちろん答えはフィモーラのことを教えてくれます。1番、プロジェクトを開く。そして2番目は、オーディオのクリップを選択しますと。そしてクリップをダブルクリックするか、右クリックでオーディオタブを選択します。そして音量スライダーを使って基本的な音量を調整します。というような形で、 タイムラインの上でどこから音量を変えたいかというところそのことをオートメーションポイントもしくはキーフレームと呼んでいますがそのポイントを追加してですねそこから上げる下げるそれをですね上下にドラッグして音量を上げ下げできるというふうに書いているわけですこのようにしてほとんど世の中にある DAW や 動画編集ソフト。それらのことは、もちろんチャット GPT だけでも聞けますけれども、僕のこの GPT 図を使っていただいたら、うまくまとめたように回答をしてくれたり、専門的に順序立てて教えてくれたり、というふうなことを、細かいことを指示しなくてもできる。これが GPT 図の良さですので、皆さん、 音楽を作っている人、もしくは YouTuber の方、動画を作ってミュージックビデオ、そういうものを作りたい人、いろいろあると思いますけれども、そんな方のお役に立てたらということで、GPTs という機能ができた当初にですね、作ったんですけれども、今回動画編集ソフトもプラスアップして、新機能をもりもりにしてですね、皆さんに お知らせしたいと思いました。ぜひ使ってみてください。使い方は至って簡単ですので、チャット GPT のサブスクに入っていない人でも使えますので、わからないこと、困ったことが起こったらですね、これを立ち上げて質問をしてみてください。それではご視聴ありがとうございました。まったねー。